はい、こんばんは、タカです。昨日、大きくドルが買われていたわけですけども、今日に関しては調整の値動きになっています。ただこれに関してはね、まあ、ある程度読めていた部分もあると思います。まあ、チャートを見ていけばわかると思いますんでね、早速チャートの方を見ていきたいと思います。こちらがドルインデックスの1時間足、日足を重ねています。昨日大きくドルが買われているわけですけども、日足を見ると昨日の高値、まあ安値もそうですね、抜けきっていません。理由としてはやっぱりこういった売りの流れの戻りの高値、今はこの戻りの高値まで来ているんですよね。もちろんね、これ抜けてくれば波の反転が見えてくるわけですけども、まあそれなりの抵抗体ということで簡単には抜けていかない。ピンクの流れというのはまだ生きているんですよね。ただ一方で、年末年始の動き、ここで底値圏をしっかり作っています。この底値圏から上の方に抜けてくる流れ、今はこういった上昇の流れも見られます。ピンクの売りの流れに対してブルーの上昇の流れ、こういったブルーとベアとのぶつかり合いが今この辺りで起こっているんではないかなと。目の前に壁はあるわけですから、値動きが止まってもこれは仕方がないかなと思います。なのでまあ今後はこのブルベアの攻防の決着というのを見ていかないといけないですね。ブルーの波が勝つんであれば、いずれこの戻りの高値を抜けてくることになると思いますし、ピンクの売りの流れを見ていくんであれば、ここでしっかりサポートされて、いずれ押し安値を割っていくことにもなると思います。今はまだどちらの流れも見ていきますからね、すごく難しい局面ということにはなると思いますね。個人的にはね、このブルーの波をやっぱり見ていきたいなと思っています。直近は強い流れがありますからね、こういった流れが完全に止められればまた反転の形も見ていこうかと思いますけども、ただそのためには下のサポートですね、流れが止まったんであれば今度は反転の形が出てくると思うんですけども、下のサポートが見つかれば高値圏でしっかりキープすることができると思います。強い流れを見ていくためには下のサポートが必要になってきますんで、こうやって動きが止まってしまっている以上は下のサポート探しですね、そういった値動きになってくるんではないかなと思います。ドルが今日は調整の形に入っているということで、ドルストレートあたり少し難しい値動きにもなっていると思います。この後チャートの方を見ていきたいと思います。はい、こちらが通貨の強弱チャートになります。僕はドルの動きに注目をしていたんですけども、まあ今日の値動きに関してはちょっと調整局面に入っているなといった感じがします。ドル円ユーロに関してはあまり動きが感じられません。それに対してポンドや5ドルの買い戻しがすごく強いです。5ドルに関してはもともとチャート強いですからね、こういった流れになってもまあ仕方がないかなと思う部分もあるんですけども、問題はポンドですね。強い買いの流れが入っています。これだけ買われているということはチャートの方にも大きな影響があると思います。この後チャートの方をねしっかり見ていきたいと思います。はい、こちらがドル円の1時間足、日足を重ねています。ドル円もね、今これもドルが動いていませんから少し調整の形にはなってしまっています。こういった強い上昇の流れがあったんですけどもね、今日に関しては高値を超えていません。ただこのドル円に関しては売りの流れがしっかり見えていたんですけども、戻りの高値をもう明確に抜けています。なのでまあ今後ねどのような調整になってくるかというのは分かりませんけども、再度上昇というのは見ていきたいなというふうに思っています。問題はこういった深い押しがあるかどうかですね。そのために見ていきたいのがこの下のサポート探しなんですけども、今日の値動きによってサポートが見つかるのかどうか、このあたりは短期足を見ていくことになります。はい、こちらが15分足に4時間足を重ねています。すると昨日からこの104円を超えたところで値をキープしています。下にはうっすらサポートが見えてきています。高値はまだ抜けていませんから、この高値と安値上下に壁が見えているということで、ドル円に関してはこのあたりのレンジ相場を見ていけばいいのではないかなとも思います。流れはもう完全に上昇の形がありますからね、いずれ上の方にブレイクしていく形というのを見ていきたいんですけども、下のサポートを割ってしまうと波の反転が見えてきてしまいますね。もともと強いチャートではありますんで、まあそれでも押し目買いというのはね見ていくことになると思いますけども、ただこういったトレンドの起点、このあたりに103円の60、起点がありますんで、この起点までの下落、こういったのを見ていくことになるかもしれません。そうなるとこの高値を取ってくるにも時間がかかってしまうことになると思います。トレンドが出てくれるとありがたいんですけどもね、そのためには下のサポートを割らずに上のブレイクを見ていきたいですね。ドル円は強い流れが出てくるためにはこの104円台、ここをキープできるかどうか、このポイントを見ていきたいと思います。はい、変わりましてこちらがユーロドル、1時間足に日足を重ねています。ユーロドルもかなり強い売りが出ています。ただここに至るまでの流れはかなりの強い上昇の形というのがありました。押し安値を割っていますんで、
今はこの高値からの売りの流れを見ています。ただこの押し安値のポイントというのはどうしても流れが止められやすいポイントにもなってきますから、例えば今日のような値動き、安値を更新するような動きにはなっていませんけども、これも仕方がないかなという思いはあります。抵抗が出てくるということは下にサポートが見えてくるということになります。このあたりでレンジ相場のような形になってくるのか、それとも少し調整で戻してしまうのか。さっきのドル円は下のサポートが大事になってきましたけども、ユーロドルは逆ですね。上の抵抗というのが大事になってきます。戻りの抵抗、レジスタンスというのが見えてこないとね、こういった戻りの展開になってきてしまいますんで、そういった値動きになるのかどうかを短期足で見ていくことになります。はい、こちらが15本足に4時間足を重ねています。そうすると戻りの抵抗、このあたり昨日から高値を抜けてこないですね。 1.21 の6070あたりですかね、このあたりに壁を感じます。下のサポートというのは上位足でもはっきり見えていますから、上下に壁が見えているということは、レンジ相場を考えていくということになりますね。ここに至るまでの流れというのはもう綺麗な売りが出ています。ということはね、やっぱり見ていきたいのはこの下に抜ける動きなんですよね。ただ下には大きなサポートがありますから、突っ込んだところの売り、これは注意をしていきたいですね。ショートを見ていくんであればレンジが見えている以上は、このレンジの上限からここを意識していくことになります。そしてこの上限を超えてしまったら、これは日足の戻りということになってきますんで、今度はどこかで戻り売りを見ていくことになりますけども、その際には今度はこの下のサポートを起点とした上昇の形、短期的な上昇というのを見ていくことになりますんで、この波を崩さないといけません。少し時間もかかってきそうですね。今はこの戻りの形を見ていくよりは、この底根圏でしっかり根を固めてから下の方にブレイク、足場を作ってからのブレイクというのをイメージはしていきたいなとは思います。はい、こちらがユーロ円、1時間足に日足を重ねています。円に関してはもう動きが止まってしまいましたね。レンジ相場からのブレイクという形があったんですけども、今は完全にね、動きが止まってしまっています。かなり神経質な場所なんですけどもね、さらに下の方に抜けてくればレンジの中に戻ってきてしまいますんで、ただ値動きを見てみると抵抗も見られます。この辺りで足場を作るような形になってくれば、今のこのレートというのは過去に抵抗となっていた場所、抜けた後になりますから、今度はサポートになってくるかもしれません。ここをサポートに上昇というのもね、全然あり得る形ではありますよね。そのためにはこの下のサポートが効いてこないといけないんですけども、現在はこのレンジの下限までは来ています。サポートされるのかどうか、ちょっと方向感も見えてこない中で見ていくの少し難しいですけども、ユーロ円の強さというのを見ていくためにはこのサポートが効いてこないといけないですね。冒頭でも見たように、今日は円もユーロも動きが見られません。本当に神経質なところなんですけども、動きが見られないということで、トレードとしてはやることがないですね。様子見にはなってしまうかなと思います。はい、こちらがポンドドル、1時間足に日足を重ねています。冒頭の強弱チャート、ポンドがすごく買われていました。僕の中では今日一番の意外性のある動きではありましたね。日足で見ていけば昨日の高値は抜けてきています。かなり強いですよね。日足で見ていくと、この高値圏でレンジを組んでいたんですけども、このレンジから昨日下にブレイクしてきているんですよね。なので僕は直前のこういった上昇トレンドの高値圏でのレンジ相場、足場を作っていたんですけども、この足場が崩れてしまったんじゃないかなと。高値からの売りの流れですね、こういった流れを見ていたんですけども、すぐに戻しています。この辺り引きてくるようであれば、これ可能性の一つとしてポンドドルに関しては高値圏のレンジ相場、このレンジが継続している形というのが出てきます。この2本の足合成してしまえばピンバンになりますからね。レンジ相場が継続しているんであれば、このレンジの下限、ここは下のサポートになります。ということは昨日今日あたりでこの下でショートを打った人たちというのは、この下のサポートの下でショートを打っているということになります。これ少し苦しくなってきますよね。人によってはね、下落からの戻り売りを狙っていたつもりが、結果的には突っ込み売りになってしまっていると、そういったチャートになっていると思うんですよね。これがレンジ継続の形になるんであれば、今度はレンジの下限から上限に向けた動きというのはあってもおかしくもないと思います。 1.35 の50のこの下のサポート、 1.36 の60あたりの上の抵抗、この上下の壁というのを意識していくことになると思います。はい、こちらが15本足に4時間足を重ねています。この下には日足の壁があったんですよね。昨日はこの壁を破って大きな売りが出ています。高値からの下落のトレンドという形も見えているんですけども、この流れを見ていけば戻り売りを狙ってくる人というのはこれたくさんいますよね。僕も狙っていました。
ただ流れを見ていけば持ち合いからの上の流れ、このあたりもそうですね、持ち合った後に上の流れ、短期的な上昇の流れというものが見られます。こういったブルーの波なんてね、ピンクの波に比べればとても小さいです。どこかで崩されてもおかしくもないと思います。ピンクの戻り高値も抜けていませんからね、その部分に関しては問題ないんですけども、問題はこの日足のサポートですね。これを割り込んだんですけども、すぐに戻しています。この値動きが問題で、この下のサポートが効いているんであれば、これが下髭になるんであればですね、この割れを見たショート、そして割れたことでチャートが崩れたと判断した戻り売りのショート、現状の形というのはそういった新規のショートが完全に捕まっている流れになります。この流れ最近のドル円でもありましたよね。103円を割ったところの新規のショートが捕まって104円台に今戻しています。上昇するための燃料というのが昨日今日の値動きで蓄えられたと見ることもできますんで、ポンドに関しては少し目線を変えていく必要が出てくるかもしれないですね。下のサポート、日足のサポートが効いている形になればロングというのを見ていくのも面白いかもしれないですね。今はピンクの波の戻りの高値、これが目の前にありますから値動きも止まっています。調整局面に入ってくるかもしれませんけども、この調整上の方にブレイクしてくるとちょっと面白い展開になってきそうですね。日足のサポート 1.35-50、 ここに焦点を当ててチャートの方を見ていこうと思います。はい、こちらがポンド円、1時間足に日足を重ねています。実はポンド円ね、今日高値をブレイクしているんですよね。過去3回141円を超えることができなかったという形があったんですけども、この壁を明確に抜けてきています。まだこれ日足は閉じていませんけども、しっかりブレイクして引けてくれば、こういった上昇の形というのを今後は見ていくことになりそうですね。今日は円に関して動きがありませんからね、チャートは強いということはそれだけポンドが強いということになります。具体的には141円の20あたりですかね、このあたりを日足のサポートとして今後は見ていくことになります。波で見ていけば波の起点このあたりですかね、140円を割らなければどこかでロングという形が見えてきますね。はい、こちらが15分足に4時間足を重ねています。4時間足を波で見ても高値をしっかり抜けてきています。戻りの高値が141円の20、まあ日足の戻りの高値ですね。ブレイクしてきていますんで、今度はここがサポートになってくるかもしれません。調整で戻すような場面というのがあれば、この141円の20、このあたりの攻防はしっかり注目をしていきたいですね。ポンドに関しては少し意外性のある動きになっています。そんなに強いチャートというふうにも思っていなかったんですけども、今日の大きな買いによって一気にチャートの方が変わってきました。今後このポンドの動きは注目していくことになるかもしれないですね。はい、こちらが5ドルドル、1時間足に日足を重ねています。ドルの動きが止まってしまいましたんでね、下落の流れというのが見えていたんですけども、この流れが止まっています。ということは下にサポートがあるということなんですけども、まあ、チャートを見ていけば押し安値、ね、この辺りに走っています。 0.76-60 あたり、日足で見ても流れが止まっていますんで、まずはこのサポートをしっかり見ていくことにはなりそうですね。ここに至るまでの流れというのは強い上昇トレンド、サポートされたという形が出てくれば今度は高値を試すことになるかもしれません。ピンクの上昇トレンドというのは押し安値割ってないですからね、まだまだ生きています。下にサポート、上にレジスタンスと考えれば、ここにはレンジ相場、レンジと考えればレンジの下限から上限に向けた動き、これは全然あり得ると思います。意識をしていきたいのは日足のこの上下の壁ですね。下は 0.76-60 あたり、上は 0.8 ですかね。この高値圏のレンジ相場というのは意識はしていきたいと思います。はい、こちらが15分足に4時間足を重ねています。この高値から見ていけば売りの流れがはっきり見えています。今戻りが入っていますけどもね、こういった戻り高値抜けてこなければどこかで売り、短期的にはそういった流れも見えてくるんですけども、問題はこの下のサポートですね。ここには強いサポートがあります。日足のサポートの強さというのを見ていくんであれば、このピンクの流れというのは崩さないといけないですね。ただこのピンクの流れも崩れてはいません。戻り売りが入ってきてもおかしくないとは思いますんで、この下落の流れというのはまだ生きていますから、サポートからのロングを見ていくんであれば、まずはこの押しですね、これを見ていきたいところではあると思います。割れてしまえばピンクのトレンドの継続、加えて下のサポートが崩れた、足場が崩れたということになりますんで、まあ、こうなってしまえばロングというのは投げないといけないですね。そういったブルベアの明確な分岐点というのがここにありますから、このサポートを信じてロングをしていくというのは僕は悪くはないとは思います。
ただこの壁から離れてエントリーをしてしまうとどうしてもリスクが大きくなってしまいますんで、まあ、ロングをしていくんであれば引きつけてということにはなってきますね。日足で見ていけば上下に壁が見えています、大きなレンジと考えればこのレンジの上限までの流れというのは十分見ていけるのではないかなとも思います。下の強いサポートに対して上から来ている強い売りの流れ、この決着というのを見ていくことになりますね。はい、こちらが5ドル円1時間足に日足を重ねています。5ドル円もすごく強い流れというのがあったんですけども、昨日ですね、大きな陰線が出たことで売りの流れが出ています。上昇の形は一旦止められてはいるんですけども、今日はしっかり反発していますから、下にはサポートが見えてきたということになります。高値はありますから、下のサポート、上の高値、この辺りに壁が見えてきたということで、今は高値圏でのレンジ相場。ただし、まあ、流れが見えてきたといっても今はレンジのど真ん中、この辺りでやれることというのは少ないとは思います。トレードをしていくんであればこのレンジ上限下限に引きつけてということになってくると思いますんで、それまではちょっと様子見になってしまいますね。トレンドが出ていますから、いずれブレイクという形は見ていきたい。となってくると上からのショートというのは十分気をつけていかないといけないですね。5ドル、昨日崩れそうになっていましたけども、しっかり今日買われています。この形によってチャートの方はまだまだ強くなりましたね。日足で見たサポートは80円、このサポートをしっかり見ていきたいと思います。はい、ということで、今日はちょっと値動きの方が乏しいですけども、その中で気になるのがこのポンドの動き。昨日下のサポートを割り込んだんですけども、今日はすぐに回復しています。新規のショートが捕まっている形、まあ、戻りの高値を抜けてくればね、一気に反転の形も見えてきそうな、そういったチャートになっていますね。はい、こちらポンド円ですけども、ポンド円の方はもうかなり流れが出ています。過去3回抜けなかった141円の壁をしっかり抜けてきています。ポンドの強さというのがチャートからは明らかに見られますんで、今はちょっとドルが止まっていますからね、今夜に関してはこのポンドのロング、これを見ていきたいなとは思います。ドル、円、ユーロ、このあたりはもう値動きが止まっています。調整の流れになっていますから、無理にトレードをしようとしても難しいと思いますんでね、そのあたりはしっかり流れが出てきてからエントリーの方は考えていきたいと思います。今回は以上になります。大まかな環境認識などは朝の動画でも触れています。概要欄の方にリンクの方は貼っておきますので参考にしてください。それでは、今夜も頑張っていきましょう。